失敗しちゃった。花ポスト T シャツが当たった方にはチョコレートと紅茶も一緒にラッピングします。お気に入りのマスキングテープ、花子瓶の中身を紹介します。まずはじゃん、こちらのノートです。紳士なノートっていう名前で、文字がスラスラと書きやすいんです。リンドールのチョコは3つ、3個セットのもの。これがお店に7個しか在庫がなくて、で花子瓶の数が10個なので、あと3個足りないので、あと残りの3つはこちらの紅茶を入れようと思います。マスキングテープ、こういう透明になってるマスキングテープ、マスキングテープっていうかシールっていう方がいいのかな。あとはこんな可愛いシール、あとはこのお花、ペーパーメッセージで買いました。こちらもペーパーメッセージで買ってきました。お花は種類が違うのをいくつか買ってきました。どれが入ってるかはお楽しみです。